僕は AI と暮らしているほらほらほら飛行機乗り遅れるぞ大丈夫だって気を抜いてる時が一番危ないの鍵持ったガスの火消したほら水出しっぱなしだよ子供じゃないんだから大事な出張なんでしょ頑張れよハト<何>帰ってくるの待ってるんだからね <noise> 僕の家のあいつはおせっかいだけど毎日にちょっとだけプラスをくれる暮らしにプラスの価値を明治産業「アワーカルチャー、アワービュー」 今週は特集60分でわかるアジア映画の今をお送りします。えー、毎回特集ではゲストをお迎えしてるんですが、今回は三ピ P がゲストということで、まあもうこの番組お聞きの方は、お気づきの方も多いと思うんですけど、もうこの人はですね、もう小さい頃からも映画を見ながらメモを取りつつですね、<laughs> え学生の頃は何ですか、はい、えアカデミー独自のアカデミー賞ノートなんかもつけてね。 映画好きまあでもそれがこじらせっぱなしでもう10年以上もう20年ぐらいになりますよねそうなってくるともう三好君の中にもアーカイブとしてね知識がたまってるわけであってそこを通してそのフィルターを通して今回の特集アジア映画の今ということでアジアフォーカス福岡国際映画祭について紹介していただこうというプログラムとなっております。お邪魔しますはい 教えてまああの私がとはいえ、なんでお前が単なる映画好きとして喋りに来たんかってったら、そういうわけでもなくて、このあともお話しするんですけど、アジアフォーカス福岡国際映画祭という映画祭の関連事業として、ネオシネマップ福岡というアジア映画の商談会がありまして、こちらの私は実は運営を担当しているというところもあり、アジアフォーカス福岡国際映画祭、もと今、アジア映画の ですね、現状についてですね、まあ、私が持っている知識のですね。すべてをですね、もうここで出し惜しみせず、ドバドバドバッと。この時間内にどれだけお伝えできるかというですね。もう、早速いろんな議論が飛び出している段階で、これは名残りそうだなと思って。ガチでいきますよ。はい、ということで、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですよ、アジアフォーカス福岡国際映画祭。まあ、あの、名前は聞いたことあるけど、行ったことないという方もたくさんいらっしゃると思うんですね。はい。そのあたりから聞かせてください。はい、こちら、あの、選挙。 1991年から、えー、一応まあ映画祭としては指導している福岡の、えー、本当の意味でのまあ国際映画祭ですね、うん、として開催されまして、まあ今年で28回目を迎えます、これまでずっとですね、えーまあ、本当にアジアの、うんえー、作品ということで、えーまあ、いわゆる中国、台湾、香港、韓国とか、うんえー、あとまあ東南アジア、えー、インド、うんえー、そしてまあ中東。 えまで含めた、うん、まあ本当にまああの広い意味でのまあアジアですねうん、うん、アジア圏からずずっとまあ二十八年間ですね本当にあの素晴らしい作品たちをですねえまあえ集めて、うん、でまあ上映するという映画祭としてずっとやってこられたあのラブ FM リスナーの方はまあ行かれた方も結構いらっしゃるとは思うんですけど、えーはい、まあ毎年さまざまな作品が上映されますよね、えー、でも上映されるだけではないんですよね実はそうなんです、うん、あの実はですねこれまああの皆さんにと ってはまああの毎年秋にぐらいにありはあの映画祭やろうぐらいの感覚だと思うんですけど実はですねまあこの福岡という街がですねちゃんとやっぱこの映画祭を軸にですねあの映画産業を支援するスキームとしてしっかり組み上げているということはちょっとお伝えしておくべきかなと思っていますえまずまあこの9月にある映画祭でまあ言ったらまあそのアジア各国のですね本当にあの映画の作り手だったりとかまあ映画のまあクリティックまあ批評家だったりとかまあそういう方たちが一度 今会するる機会があるわけで,す、ねはい、でまあ言うたらそこでまあ人的交流が生まれるわけですでまあその中で、えー、映画作りたい人とかっていうことでいえば、うん、例えば、えー、ロケーションを探してらっしゃるとかこういう映画を撮りたいというプランがあるという時に、うん、やっぱりそういうものを支援していく、うん、でもっと言えばそこで出来上がったものを流通していく流れが必要になってくるわけですね、うん、でまあカンヌ映画祭とかをはじめ、まあ、いわゆるその国際映画祭と呼ばれる者たちは、はい、全て実はそのスキームを持っていて、うん、で映画 映画祭が言ったらお披露目の場だし交流の場としてまず軸としてあってでその横にフィルムコミッションとかって言ってですねまあその映画をまあ撮るためにあのロケーションをまあえーまあコーディネートしたりとかあの一緒に手伝ってくれるようなえ組織があってで福岡にもやっぱりそれがあるわけですね福岡フィルムコミッションと。 で、もっと言えば、えっと、この時期は、それに合わせて、まあ、九州中のですね、あの、フィルムコミッションが一堂に会して、うん、え、一緒に、まあ、こう、その映画祭の時期にですね、まあ、いらっしゃるアジアの映画の作り手たちを、まあ、応援してたりするわけです。うん、で、さらに、まあ、僕が最初に申し上げた、あの、僕が担当している、その、映画の商談会が4年前からスタートしまして、はい、今までは本当に上映して、もう文化振興というか、見てもらうだけで、まあ、まあ、とは言えばそれも重要なんですけど、うん、福岡の人たちに、まあ、アジアの映画を通じて、まあ、 じゃ各国の状況だったりとか文化を身近に感じてもらうところだったものが、<え>えー、よりビジネスも支援するような形ができ始めたというところですね。うんうん、で、これも具体的に言っていくと、あのー、完成した作品が流通していく、うんまあ、配給ですね、うんでまあ、日本の配給会社さんにアジア映画をまあ紹介して、いい映画があったら買ってもらって、うんでまあ、日本国内で上映してもらう、まあ、配給してもらう流れを作っていくていう、うん、その完成した作品が が流通していくというものもあるし あのまだ出来上がる前の作品、うん、まだ企画書段階のですね、うん、あのこんな映画を撮りたいんだと思ってらっしゃるような監督のアイディアとか、うん、まあそういう企画ですねを、えー、実際に聞いていただいて、うん、で映画の制作機能を持っている日本の会社だったりとか、アジアの,あの会社さん同士が出会って、うん、じゃあ一緒にそれを作ろうよと、だし、うん、一緒にそれでビジネスしていこうよみたいな現場も、えー、っとこの映画祭を軸に生まれるようになってきているというのがまずあります。まさにこう映画 映画という文化をこう作り上げていくいろんな人たちが来て。 ね、そこが交流を持ってうう、まあ、さらに新しいものも生まれ始めてますし、うん、っていう素晴らしいことですよねしかもそれがいわゆるその上流でアジア映画同士がもうなんか勝手にやっているっていうことでもなくてうん、うん、地元の作り手さんもやっぱりあの積極的に混ぜていきながら場合によってはその世界の国際映画祭とかに出る映画に、うん、あの福岡の地元の映像制作会社さんが一緒に入って、まあ、お互いに協力関係でしっかりまあビジネスも生む でいくみたいなことも実績として確実に生まれてきていて、うん、まさしくなので映画祭を軸に映画産業を支援するスキームになり始めているとうん、うん、でさらに、えっと、福岡、うんえー、市総合図書館にフィルムアーカイブというものがありましてこれが実はすごく重要なあの役割を果たしています、うん、福岡市のフィルムアーカイブということで、うんあのー、アーカイブ、まあ、文字通りなのでフィルムを保管する場所ですねうんうん、うん であの実は日本に、うんえー、東京と福岡のこの2つしかですね国際アーカイブとしてですね、えー、施設を構えているところはなくてなので実は福岡ってものすごい映画にとって大切なことをやっている街なんですね。でえー、っと このアジアフォーカス福岡国際映画祭で上映された映画の,あのほとんどがえっとこのアーカイブにまあそのまま保存・保管されるということになっておりますのであの福岡市の人たちにとってはまああのここで上映される映画はその後福岡市の資産になっていくわけですね。でおまけにまあそうなっているのであのアーカイブって定期的にまあそれをまあ上映かけなきゃいけないわけですよね。フィルムが劣化したりとかそれを防ぐためにも。なのでえっとそれを いつでもあるわけですよのでそれはなかなか日本語字幕もついてあのしっかり見れる状況なわけですけど、うん、そういうのってなかなかないわけですよね。もっと言えば東南アジアエリアとかって割とやっぱまだフィルムの保存とか保管に対して割とまあずさんなところがあって非常に貴重なフィルム作品とかがこのままだとお国に置いていたらもうどうしようもなくなってしまうみたいなもの。ら <laughs> しになっちゃったとかなのでそ,<う>まあそれをやっぱりこういう基地 き国際アカーカイブ施設として、うんえー、福岡市がちゃんと保存できるよということも、うんえっと、一部の映画人にとっては別の魅力として、ということで、やっぱり福岡の,あのフィルムを中心としたこの産業スキームは、うんうん、とっても意味があるよねということを言っていただいてもいるじゃあ、この国際映画祭に、ええ、まあ要は出品という形で出そうと思っている方々の中には、うん、まあアーカイブしてくれるからっていうのも。 です作品は主に、まあ、あの張木さんというフィルムの、まあ、ディレクターがいるんですけど、うん、まあその方がこの「アジアフォーカスの」の、まあ、プログラミングをまああの統括していらっしゃるので、うん、まあ彼がまずセレクトするかどうかになるんですけど、うん、セレクトされた暁には、まあ、そういうアーカイブも2人のメリットとしてまあついていくわけですよ、ね。はあすごいだから福岡実はね映画すごいんですよ。ねえ。ね いい環境なんすねご存じなかったわ毎年秋になんかアジア映画をポロポロやりよってまああんまりよう知らん映画やなぐらいの感じで見ていらっしゃるあなたとってももったいないことをしているのよということをここで言いたいそれはそれで素晴らしいことですけどね出会いもあったりとかねでも実はこんなスキームがあったわけですねそうですこれはちょっと意外でしたけどまあでですよリスナーの皆さんも国際映画祭について一つ分かっていただい と,ったところでですよ、ええ 今年はもう今もう目がぎらりとしたね早くこの話がしたいっていうんですけど今年もですね、はい、あの本当にいい作品がたくさん集まっております、ええ、23か国、うん、40作品以上というところで作品がラインナップされておりまして毎年おなじみの中国とか台湾とか香港とかをはじめ東南アジア ASEAN アア諸国ですね、うんうん、インドネシアとかタイとかシンガポールとかいろいろありますけど、うん、まあその辺 東南アジアそしてインドカザフスタンにイランの作品までさまざまな作品が集まっておりましてこの前ジャカルタでやってたアジア大会みたいな感じですねもうね見てほしい作品がたくさんあるわけですよでまあ枠組みとしてはまずいわゆるその公式上映というところでメインのですね作品が15本とかあるのかなっていうのとあと特集上映という形で今年はフィリピン映画特集という形で なっておりまあそれぞれ今ちょっとお話さし上げたいことがあるけでまあでもね三好さんこれ全部紹介頂いてると多分24時間ラジオが全然できか2日分3日分ぐらい必要なって全然できるですよね全然できる本当にできちゃうんですなんですがまあなのでそういうわけにもいかないので今日はですねまずまあその公式上映のですねメインセレクションからまず3本ですねちょっと寅泰さんと一緒にですね あのそれを紹介していいきたいと思でまあその3本のね紹介の仕方もですね、えーはい、ちょっとあのこんなやり方はどうだろうかということで、はあ、ちょっとアイディアを持ってきておりましたでさすが、ね、す。まずまあ私がですね、はい、まあおすすめの作品の、まあ、簡単なあらすじとかですね、はい、え監督はどういう人かっていうのをご紹介した後ですね、はいはい えー、予告編をですね、友康<う>さんと一緒に見ようと思ってます。<ら>私も初見の状態だと思います,す、ね、そうです、もうここ完全に今、もうね、えーあの、何も知らない状態ですまあ予告編を見て、はい、俺と一緒にうハうハ言ってくれるのか、<laughs> あるいは全然乗れないまんま、ぎ、うん、こちない、なんかこう、み、三好よし いいな、これ、みたいな感じになるのか。気使ってんな、みたいな。みたいなものをですね、ちょっと、あの、3本。私のおすすめ作品3本を、ちょっと、まず付き合っていただこう。いや、もちろんですよ。思っております。なんか、いつづ、あの、展覧会に行った時の、みたいな感じにね。そうなんです。やっぱりね、あの、フレッシュなね、あの、驚きとか、あの、フレッシュなわからなさ、みたいなものっていうのは、やっぱ、1回目にしか撮れない。のであの、なので、あえて、あの、リスナーの皆さん、本当にこれ今、佐藤さんに全く教えてません。はい。ので、どれを紹介いただくのかも、 りませんぜひお楽しみいただきたいと思います。まず、ですね今回3本紹介するうちの1本目と2本目はタイ映画です。タタイイなんだ映画ですねまず1本目が「ですねダイ m o モローという映画を紹介させていただきます。これ、タイの映画でございまして、上映、九州ではなんと初上映でございます。 で、えっと、この映画、えー、75分の映画で、はい、監督がですね、えー、私、噛まずに言えたら褒めてくださいね。縄ポン。 タムロン・ラタナリットさんです。もうなんかそれも噛んでるのか噛んでないのかすらわかりませんけど。とりあえずナワポンさんだった。ナワポンさん。ナワポンさんです。で、えっと、この監督ですね、えー、まあ、えー、まあ、もともと、えっと、スクリーンライターなので、まあ、脚本家とか、えー、まあ、どっちかというと、あとまあ、フィルムクリティックもやってたので、まあ、脚本家であれフィルムクリティックってなんですかあの、言ったら、あの、批評家ですね。あー、なるほど、なるほど。そのまままか。そう、評論家とか。はい。をやってらっしゃったんです。で、え2004年からかな、えっと、短編とか、えー、 中編とか作品を取り始めまして、はいまあ、映画のディレクターになってですね、うん、で、えっと、最近では割とまあインもうインディーそのタイのインディー業界では、うん、もうナーポンの映画やばいぞということで<ー>、まあ、いわゆるもう本当国際映画祭とかもバシバシ出品して、うん、あのめっちゃ いい賞とかバランス取ってる人なんですね。えー、世界にも認められてるてうそうなんです、うんうん、そうなんです。で、あの一方でえっとメジャー作品とかもまああの<ー>バランスよく取ってらっしゃってて、はい、でまあその監督の新作がえっと、うん、この2017年のダイゥモローという映画でございまして、うん、75分の短尺のまあ短い映画なんですけど、あのちょっとあらすじを紹介します。はいえー、キャッチコピー人生最後の日はごくごく普通死がテーマの新感覚ムービーということで、うんえー、あらすじ、えー、死は誰にもと ずれる、うん、それは突然だったり覚悟していたり、うん、えー、2012年から17年の間にニュースや身の回りで聞いた話など、うん、監督の個人的な記憶に基づき普通の人々が死を迎える前日のエピソードをオムニバス形式で描くというような映画です<お>またえー、子供から老人まで個人の姿勢感を問うインタビューを交えたハイブリッドな作品ということで、うん、あの、言ったらそのえー、まあ あの、非常に、なんて言うんだろうな、本当の話として、あの、その、なんだ、死ぬ前日のエピソードを、まあ、えっと、に基づいて、まあ、映画を、まあ、オムニバス形式に作って,てそこに、あの、本当に、まあ、なんだろうな、タイの普通の人々のインタビューを交えた、まあ、ドキュメンタリーとも、映画とも、半々みたいな映画なわけですね。僕、実はこの映画、まだ見れてないんです。なんですけども、予告編見た時点で、やべえああ、もう、これもう完璧にやべえやつや、というところで、 めちゃ惚れしまして、ええ、で実際やっぱこの映画もですねもうベルリン国際映画祭の今年のフォーラム部門に出品されてたりとか言ったらもう国際映画祭でもバリバリに評価されてる映画でえこの映画を。 たただいいいいまままよりり予告編を見てと思す皆様もですね、あの、アジアフォーカス福岡国際映画祭のですね、ホームページの上映作品っていうページの中に、ダイトゥモローっていうのがですね、上から5番目ぐらいありますので、これの予告ムービーはこちらというですね、ボタンを押していただいて、今から見てまいります。という作品でございます。見ましたけどね。 ああ、良さそうだね。良さそうな予告編だね。あのー、これね、ねこれ、まあ、予告編ですね。うん、割と普通上の予告編に比べた、ら長くって三分ぐらい尺があるんですよね。うんうん、なんか、なんだろう。まあ、おっしゃったように、うん、もうなんか日常の中に普通にある、その死というものを。 多分表ししててらっっゃるんだろうな文字通りタイトルが「ダイ e t モローということで「あ明日死ぬ」っていう人の死ぬ前日の話をオミニバスで描いていくって話なのでそんなに悲観的な内容でもなさそうですし実は是枝監督の作品で同じようなアプローチの作品があるんですよね「ワンダフル・ライフ」だったかなとかっていう作品もあるんですけどちょっとやっぱりまた全然違うアングルで本当に。 おっっしゃていただんかこう日常の延長彼らの日常の延長にあるような気配というかねタッチがずっと続いているところだし音楽好きの方はねやっぱね BGM に注目していただいてタイはね音楽がね実はね多分ね日本人と超趣味合うんですよ。これはねまた話し始めたら長いのであれですけどタイ映画は音楽も 見さそう。画面がとにかくもうすごい垢抜けてるでしょ。なんかね死を取り上げた作品なんか普通の群像劇のようななんかそういうイメージいただけましたけどこれね予告編だけでもちょっと一本いいの見たなぐらいなちょっとね満足感のあるやつで本編は75分「d a え t o m o r ナワポン・タムロン・ラタナリットさんの作品でございます」サクッというのがえ 1>, はい、1本目でございます。はい ガンガンいくよ。おすすめ。はい。おすすめ。二本目。二本目。ええ今度はですね、またもう一本ね、タイ映画行っちゃおう。おう、おう、またタイ。のタイ熱いね。タイはね、ごめんなさい、これもね、あの、本当はね、バランス的には、いろいろちょっとおすすめすべきものはあるんですけど、まあ、あの、ちょっとね、僕がやっぱ好きな映画がここはそうですよ、ここは。あるんですよ。あのもう一本の作品は、え放題で、別れの花というタイトルがついている作品でございます。えタイの映画で、え99分の尺です。 これもだからそんなに長くない映画ですね。うんうん、で、えー、監督が、うん、えこれもまた、えー、癖のある名前でございます。かん,んでるかさんでないか分かりませんけど、はい、分かりませんけど、はい、かんないですね、はい。で、これちょっと,、えー、と簡単にまたあらすじから紹介をさせていただきます。生と死、そして愛、彼らの魂の行方を描く映像史ということで、えー、あらすじです、えー。バナナの葉と花で作る という、えー、タイの儀式で使用される伝統的な装飾品があります、えー、末期癌に侵され自らの癒しのためにバイシー作りに専念する男、うんえー、結婚生活に失敗しジャスミンの花を栽培する男、うんえー、彼らは元恋人同士だったと、うん、死者の魂が宿るとされるバイシーを象徴に2人の愛と死生観を圧倒的な映像美で描く一本と。 いうことです、えー、これですね、うん、あの僕実はちょっとこの映画のお仕事の関係で、うんえっと、去年、まあ、プサンの映画祭に行かせていただいたんですけどうん、うん、その時に僕あの現地で初めてこの映画を見たんですけどうん、うん、もう実は僕あの今日この話をするまでに実はこの作品を僕も5回ぐらい見ていて。うんうん っていいいいうぐらんですよめちゃくあのまああのあらすじの中にもあったようにそのバナナの葉と花で作るバイシーっていうですねまあその言ったらタイの仏教祭事というかお葬式とかそういう時にまあお供えとしての作るそういうものがある装飾品がですねでそれ生のバナナの葉と花をですねもうとジャツミンの花をですねもう 指をあの冷やしながら、うん、じゃないとすぐ腐っちゃうんですよ。だから熱でねの指で,、うん、でとにかくスピーディーにうん、うん、かつ繊細に編んでいくんです。<ー>でまあ、その映像もちょっと後でお見せするんですけど。っていうのをやっているそのバイシーっていうものと。うんうん 言ったらその手の中でみるみる腐っていってしまうものとしてまあその陪審があるとしてそれをまあ失われていくその命とまあ 愛とか、うん、そういうものとなぞらえながら、うんえー、見れるというものになってまして、うん、でその奥には、まあ、本当にそのタイという国の、うん、まあ仏教国、うん、独特のですねまあもうハードコアな死生観があってですね,ね、うんうん、これがね超見ものです。<ー>であの結構まあハードなシーンもあるはあるんですけど、うん、結果着地としては。うん びっくりするぐらいい優しい気持ちにになって劇場を後にすること<ー>あのーまあ、特にやっぱり、まあ、これはなかなか言葉を選ぶ話になるんですけど、うん、例えば身近な人を亡くしてしまったとか、うんえー、自分の中での喪失感が拭えないような感覚を持ってる人に、うん、この映画はきっと多分ものすごい希望のような優しさを届けてくれるのではないかと思います、うん、というところで、うん、まず智也さんには予告編を見, <laughs> あの見ていただきます。はい 神秘的なな感じねんだろうすごいこうなんか踏み入れちゃいけない <laughs> なんか世界みたいな。いや本当にね、うん、あの静かな映画でございまして、うんあのー、やっぱねあのそのあそうそうでこの「 バイシというですねこの装飾品は儀式が終わったらもうう川に流しちゃんですよねやっぱそれも含めてさっきもそう話したようにやっぱり手の中でみるみる腐っていく言ったらもう失われていく言ったらもう最後はもう打ち捨てられるっていうことが約束されてるものなんですねそれって限りなく実は僕らの人生とか命に近くってっていうことを踏まえた上でなおそれをやり続けるとかそのとろにも似た。 鋭意をでもやることに。 どういうい意味があるのかとか希望がああるるののかかかかとと希望その先に何を見つけていくのかみたいなであの、まあ、このキャッチコピーにも書いてある通りある種、まあ、映像詩というか、うん、あの詩的なポエティックなあの非常な表現もあるわけですけど、うん、あの僕は本当にこの映画にもめちゃくちゃやられましたね、うん、今年はあのまさかこういう形で「アジアフォーカス」で実際に上映ができると、うん、あのされると思ってなかったのでとっても嬉しいあのぜひ皆さんに見ていただきたい、うん、あの割とちょっとね本当にドキッとするようなシーンもあるんですけど、うん、そのドキッとすることもすごくい すごく意味があるあのシーンになってるのであの恐れず見ていただきたいですし、あの見た後は本当にちょっとあのしみじみと命みたいなものについてもう一回考える機会になると思います。あのタイの映画で別れの花という映画でございます。はい。さあ行きますよ。次です。三つ目。ええ三つ目。えっと今度はね台湾に行きます。台湾。台湾。台湾のですね映画でございましてタイトルはシャオメイという映画でございます。 えー、小さい美しいと書いて、シャオメイと読みます、うんえー、この、えー、作品でございます、うんえー、シャオメイのです、ね、監督は、ホアン・ロン・シェンさんという、うんえー、方が、えー、手がけた作品でございますね、この人なんですけど、実はこの作品が長編1本目です。うん、そう でえっと、それまでは CM ディレクターとかで200本以上、うんあのー、撮ったりしてて、うん、まあ非常にまあ評価の高い方だったんですけど、うん、まあ今回がまあその映画の長編作のデビュー作ということなんですけどこれはあのやり手のです、ね、プロデューサーのチョン・モンホンという人がいて、うん、まあこの人があの手がけて、まあ、その前あの別の作品もやっぱりすごくとあの現地でヒットして、うんでえー、今回「シャオメイ」というこの作品をホアンさんという新しい監督に えー、撮らせてで、うん、案の定ものすごい国際映画祭とかで走ってましてですねそうで,すかでえっと現地の映画祭とかでもまあ,あの、うん、国際監督賞新人監督賞とかも取っちゃっているすごい作品です、うん、で、うんえっと、作品の、えー、内容は、うんえー、ちょっとご紹介しますとですね、うん えー、シャオメイは行方不明、うん、9つの証言があぶり出す彼女の肖像ということで、うん、台北に住む若い女性シャオメイが忽然と姿を消した、うんえー、彼女はどこに行ったのか大家さん恋人異母兄弟、えー、職場のオーナー元彼など接点のあった9人の人物がそれぞれ彼女について証言していく次第にシャオメイの人物像がパズルのように浮かび上がってくるのだった果たして最後のピースは埋まるのかと。 ミステリー的なそうですねこの言ったら不在の中心をめぐっていろんな人の語りでその人浮かび上がらせていくみたいなのは皆さん大好き例えば霧島部活やめるっていうこかもそうでしょうし映画史的に言えばもちろん羅生門とかね藪の中を原作にした作品とかも含めていわゆる映画の語りとしては割とよくある映画なんですけどそれがどういうふうに仕上がってるのか実は僕この映画もまだ実は本で見てないんです。 <で>もうねこれに関してはね、うん、予告編がヤバすぎる。そうなんだ。俺も予告編見た瞬間に、ええ、もう始まって十何秒ぐらいで、ええ、もう。 ビリビリしてて <laughs> これやばいやつやーって言ってさすが3つ目に持ってくるも,のはもうねちょっとこれ、えー、マジでちょっとねこれもうほとんどこの予告が見せたくて、えー、この立てつけにしたと言ってもいうぐらい寅泰、うんね、に見せたい一本でございますので <laughs>、はいえー、シャオメンの予告編をただいまより友泰、はいえー、さんにご覧いただきますはーい <laughs> 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 分かるよもうね君がビシビシ来てるだわ分かるわ分かる分かるわかるかるかるだろもうねビリビリすんのよやべえやつだこれいやでもすごいよ黒編だねすごいでしょ全然内容分かんないよあれだでもなんか分かんないけどゾクゾクする感じが絶対やばいやつやっなてなるなるなるこれやばいんすよ本当のすごいねセリフ一個もなしねもうただ映像だけでとまあ音ね音ねあとまあ出演者の表情 ちょっとこう、う怖さがあるね、それぞれね。これ,もこれも面白くなかった。もう俺お金払うよ、<laughs> もうこれ。<laughs> みんなのもお金払うよ。<laughs> うこれを聞いてい見た方にね。<laughs> いや、俺、ほんとこ、割と僕、今年見た、あらゆる、<laughs> うん、ハリウッドも含めた、あらゆる予告編の中でも、俺、これ結構ベストかもっていうぐらい好きな予告編。あそうなんだね。いや、すごいね。なんか、なんだろうね、その言葉にできない、 気持ちをは確実に伝わる予告編ですよね、うん、これはねやば<の> <laughs> さとかなんかビリビリヒリヒリくる感じみたいなすごい、ね、実質さみたいなものが。 でもね映画見からするととにかくねどのカットも決めカットすごいっすよこれ絵切り取る能力高すぎですねこの人ね確かにあれあの予告編見させられたら本編どうなってんだろうって期待は高まるばかりですよねテンションで96分やられたら私もうねちょっと今年ベストとかにね軍配上げちゃうかもぐらいの今予感が高まるわすごいね期待が高まりますね 3本紹介さ、はい、していただきましたけどそれぞれ上映スケジュールとかもお伝えしておきますどうします最初にじゃあ、えっと、ご紹介したまず「大トゥモロー」9月17日19時半から放送日で言えば翌日ですよあと9月21日の17時半からが「大トゥモロー」です。うんうん 別れの花9月17日の13時半18日の10時15分21日の12時半という3回上映でございますさあそして俺のやばいやつシャオメイですね俺のたこれが19日の14時半そして23日の18時半ということになっておりますねはい。 もちろんね、まあ、その3作品以外も見てほしい作品ばっかりなんですけど、まず今のが公式上映ですね、うんうん、であと,、えー、と特集上映として、まあ、ちょっとこれは絶対喋らせてくれという話でございまして、はい、今年あのフィリピン映画をですね、特集するわけです。はい、で、えー、このタイミングで、まあ、フィリピン映画を特集するということの意義みたいなものが、非常に実は重要でございまして。うんはい 今、特に東南アジアの、そして国際映画祭の状況からしても、フィリピン映画は完璧にやばいです。ね何がやばいんですかいわゆるですね、フィリピン映画見からすると、第3期黄金時代を迎えたと言われておりまし今、第3期黄金時代なんですか。 でえっと、これ、ちょっと簡単にご説明すると、はい、ま,あまずあの国際映画祭状況の中で、うん、あのフィリピン映画が明らかにちょっと異彩を放つ状況を生,まれ生み出していておりましてですね、はいうん、特にやっぱその、えー、機種となる2人がいます、うんえー、ブリランテ・メンドーサという監督と、うん、ラブ・ディアスというですね2人の監督がいるわけですね、うんでまあ、ブリランテ・メンドーサ監督は2005年に長編デビューするわけですけど、うん、いきなりそれでですね、えー、っとロカルの国際映画祭で金賞を取ったりとか、そこからですね、 撮れば大体、国際映画祭でい,、あのー、いい賞を取ったりとか<ー>出品まではいくみたいな感じでですね。うん、デビューから7年で 世界の三大映画祭と言われるベネチア・ベルリン・カンヌをすべてのコンペ部門に出品するという快挙を果たします。異常で、すすすね異異常常ででおまけにその2016年に撮った新作、ローサー密告されたという映画ではカンヌ国際映画祭で主演女優賞を女優さんにもたらしたというところでこの人も今、国際的にも注目されすぎてネットフリックスでも実はオリジナルドラマを作ってます。っていう国際監督の代表になった一人がブリランテ・メンドーサ。 そしてもうう一人ラブディアスといい監督がますこの人は98年からやってるので割とまあキャリア長いんですけどめちゃくそ長い映画撮るんですよ確か一番長い映画で5時間とかある長っプラトーンみたいやっちゃうんですよねなんですけどでしか語れないやっぱ語りをやるんですよね見てしまったらいけてしまったっていう感じで見れちゃうんですよああそうそう 叱るべきなんだ。そう。やっぱ映画っていうのは時間芸術ってよく言われますけど、やっぱりね、時間で語る物語があるんだなっていうことをやっぱ再認される。で、この人もとにかくすごくって、えまあ国際映画祭でバシバシ賞を取ってるんですけど、2016年にですね、日本の映画取ってるんですけど、まあ出品してるんですけど、ベルリン国際映画祭でギングマ賞。で、そのもう一本の作品でベネチア国際映画祭で金獅子賞という、あの、一年で二つの国際映画祭の、すげえな。 二つを取るというですね。人情、はあ、じゃない結果をまた残してます黄金時代と<う>訪れてますね。<laughs> とにかくそういう具合で2016年以降、はい、いよいよやっぱまたすごいことになってるわけですね。うんうん、で、まあそういうフィリピン映画のまあ。 うたらその代表する二人がいるわけですけど、うん、ちょっと大枠話しますと、フィリピン映画は、えっとまあ、第二次大戦後に第一期黄金時代ってやつをまず迎えるわけですね、うん、具体的には1950年から60年代なわけですけど、うん、この時期に言ったら戦後のフィリピンに、アメリカから映画のいわゆるそのスタジオシステムというような、うん、いわゆるその映画をスタジオで撮る、まあ、制作の、まあ、うたらスキームがです、ね、導入されて、娯楽映画が量産されていくわけです。 で代表作みたいな作品もどんどん出ていって、うん、まあ第一期黄金期を迎えます。うん で次は1970年代から80年代半ばに今度は第2期黄金時代ということで言ったらもう娯楽映画がメジャーの作品がどんどん出ていくスキームの上に今度はまあオルタナティブなインディー映画とか社会派作品とかっていうのがどんどん出ていくわけですねそこでまあ代表的な作家になるのがまあキドラット・タヒミックとかですねいろいろ作家がいるわけですけど、うん、まあ言ったらここでまあより映画が多様になっていくわけですね独立系の映画も出ていってそういう この状況の中でさらに1976年には、国立フィリピン映画研究所という、ですね非常に重要な、言ったら映画のなのそうそうそう<ー>、あの環境ができるわけですね、はい、でまあここを使って、やっぱりあのここだけは、言ったら違い封建的なあの映画制作状況というか、制作実験場みたいな形で,ですねのなの、当時はやっぱり、まあ,あ、圧政感にあって、言えること、言えないことが、非常にあ、あの言ったら、検閲があるわけですけど ど <music> <music> 映画のこの国立フィリピン映画研究所周りだけはある種の違い方形になって、どんどんいろんなことがチャレンジできたわけですね。それいい期間ですね。よくそこまで持ってったね。そうなんです。ということもあって、第二黄金時代は非常に映画が多様化していくわけです。とはいえ、80年代半ば以降はものすごい映画産業が衰退していって、それが2004年まで続いていくわけですね。割と長い衰退期になります。で、この時期に結局、平均制作本数が例えば200本ぐらい。 あったものが2003年とかになると82本とかぐらいになっちゃうわけですよ、うん、国で作られる映画はもうそれぐらいしかなない作品数もどんどん落ちていってだからもうやばいぞというところで、うん、第三期黄金時代を2005年からですね、うん、動き始めるわけですで、はあ、この第三期黄金時代を生み出したものが、うん、まあ大きな要因として三つあるわけですねうん、うん、でまず一つ目がデジタルシネマの普及ということで言ったらみんなが もうちょっとイージーに映画が作れるような、うん、あの環境が、うん、あの外的環境ができるわけですね。うん、でそれまでは言った長編1本撮るのに1500万ペソ。 3700万円ぐらいかかる状況だったわけですけどデジタルシネマの普及によって50万から200万ペソ480万とか場合によっては100万円ぐらいで映画が撮れるようになったみんなの手元に技術がいったわけですはい。まずそれが第で、そして第二個目これが超大きいんですけど。 あのシネマラヤ映画祭という新しいインディー映画祭が出来上がるんです。ほうほうでこれはあの言ったら当時の映画状況を憂えたあの映画人たちが、うん、あのみんなで集まって3人のです、ね、特に代表的な人がいるんですけど、うん、この人たちが、まあ、国の予算とあと自分たちでもお金突っ込んで,、うんでまあ、なんとか国際映画祭、まあ、そのインディのシネマラヤ映画祭というものを作って。うんうん であのそこで、まあ、脚本を集めて、えっ,とそのあのまあ、言ったらそのノミネートされた作品に関しては、うんえー、少しだけお金を渡して、うん、50万ペソだったと思うんですけど渡してで新作を取らせると。 でそこからあのそれを審査して、えー、どれがグランプリになるかみたいなことをやり始めたんですねおそれまた体ももうそれのおかげで、うん、あのインディー映画がすごく走るようになったで。でやっぱりそあの文化状況の中においてやっぱりその今から生まれてくる若いものを、うん、あのそういう、まあ、評価指標も作りながら応援していくっていうのが、うん、どれだけ大事なことかっていうのがうん、うん、2005年から生まれていくやっぱフィリピンの状況を見てるとすごくよく分かって で,す、ねうん、で何かというとやっぱこのシネマラヤ映画祭の2005年に、うん、あの撮られたそのシネマラヤ国際映画あ 国際じゃないシネマラやインディー映画祭から生まれた作品がいきなり国際映画祭でめっちゃいい衣装をとすあすごいそれもすごいかこのざまみる感いいじゃないですかめうか胸がつきますね、うんうん、そうそうそうなんですよ、うん、でやっぱそういうことであやっぱりインディー映画がちゃんと形になるんだっていう状況を1年目から結果出せたんですうん、うん、すごいねでおまけにその2005年がその流れとは全然別のラインからさっき言ったブリランテ・メンドーサがデビューしていきなり国際映画祭でバッと出たあ、うんね、そうなんだ また別のラインだった<ー>だからやっぱ含めてあの、まあ、その状況が、うん、やっぱデジタルシネマがまあ撮れるようになって状況が整ったところから、まあ、みんながチャレンジして、うん、そこがまあナイスパンチがパンパンって当たったわけですねっていうところから2005年のいったら第3期黄金時代のスタートの年になる<ー>でそこからずっとまあそのシネマライアーを中心としたインディー映画を応援していくスキームがどんどん屈強になっていくわけですねでその周辺の芸術シーン言ったらアートとか うんえー、演劇とか、そういうもの、あダンスとか、ねうん、音楽とか、うん、そういうものも全部ひっくるめながら、うん、一つの同じ、まあ、ムーブメントの中にです、ね、しっかりこう取り込んでいきながら、<ー>えー、インディーの,、まあその表現写真がどんどん熱くなっていくということで、うん、あの今となっては、もはや、えっと、そのシネマラヤ、言ったらどこまで行ってもインディー映画祭なんですけど、うんうん、ここからメジャーの監督になる人がもうどんどん出てきてるんですかな ええっと、何だっっととたかな、えっと、メインディーじゃなくて何だったかななんかねそんな感じで言ったら、うん、メインとインディがなんか、ね、あーが一緒になったみたいな,たいなそうそういう状況が生まれているぐらいでうん、うん、あのそれがもうまさしく今の言ったら。 どっちかいうとインディー映画とやっぱメジャー映画って非常に乖離したような、うんまあ、イメージもありますし状況になりやすいじゃないですか、うんうん、実際そうですよねなんだけど、うん、それがもう本当に結構ぐちゃぐちゃに混ざってて、えー、それすごいそうやっぱ中サイズぐらいの面白い作品がボコボコ今一番おもろいやつですねそれね、うん、でそれがまあ国際映画祭とかにもアピールできるし国内の割とこうあのあのメジャー映画としても割と機能するみたいな作品のポジションになってて、うん、だから今めっちゃ面白い作品がもうどっか使われるんですよ おまけに、えっと、フィリピンと、えー、日本がですね フィリピン映画が、えっと、今年が確かですね、生まれて100周年か。あそうなんですなんですよね。っていうのもあって、え今年はですね、フィリピン映画特集を満を持して、このアジアフォーカス国際映画祭でやろうと。今年のね。いうことになってるわけです。えで、えっと、フィリピン映画特集として上映される作品が、えっと、5作品かな、あるわけですけど、まあ、これももうね、どれも見物ですよ。本当に、あの、見てほしい作品ばっかりですけど、とりわけやっぱ見ていただきたいの、あでもやっぱ難しいね。どれもいい でも当にあに見ていただきたい作品ばっかりですね「ナーバストランスレーション」「バガヘ」「影の内側」「嘆きの川の女たち」この4作は割と新作ですね。あと一本の「水の中のほくろ」という作品に関してだけ。 76年のまあ名作としてです、ね、うーあのリバイアンに 2> 2上映がされるものになっています。うんうん、であの、バガヘとかはまさしくそのシネマライアから生まれた作品なので、これ一つ見ていただくだけでも、あの今、わりとそのどういう映画があのフィリピンから生まれてるのかというのがよくわかると思いますし、のうん、あのとにかくもう、さっ先にも言ったように、国際的にはもうめちゃくちゃ評価されてる。うで、あの日本でも今、あの徐々にあのフィリピン映画がちゃんと字幕付きで、うん、あのいわゆるその商業映画として、 ちょっと配給もされ始めているのでる、うん、あの今本当に見とくとまだまだあと数年は相当楽しめると思いますね。はい そのきっかけとしてもね、ぜひご覧いただきたいですけどね。わあすごいね。しゃべりすぎてるね。まあ、若干ね、大丈夫よ、大丈夫よ、うちの敏腕ディレクターがしっかりね、買いつまみますから。というところで、それ以外にもたくさん見物の作品がある国際映画祭なので、ぜひ見ていただきたいわけですが、実は皆さんにもちょっとお知らせしておきたい作品がもう一本あるんですさらにはえ。 あの実はですね9月22日の土曜日にえっとまあこの福岡国際映画祭あのアジア映画の中には当然日本、うんうん、そして我々福岡の作品というのもですねあの上映作品の中に関わっておりましてあの福岡パノラマ部門ということで特にまあ福岡の制作であったりとかえまあ福岡のクリエーターが作り出したような作品を上映する部門があるわけですけどそこになんと。 この番組のご提供をついていただいている明治産業さんがプレゼンツに回った提供される人生のメソッドというですねドラマ作品がございましてこれはあの福岡のですね映像制作会社さんとまあ組まれてあの出来上がったあのドラマ作品なんですけどこれがなんとこのアジアフォーカス福岡国際映画祭の出品作として9月22日の土曜日に上映がされます。 明治産業の会社を舞台にした、うん、まあちょっとしたですね 劇というかドラマ明治産業さんが舞台なのの、そうなのそうなのこれは面白いななのでこの番組を愛聴してくださってる皆さんとしてはですね明産業さんがどんな言ったらエンターテインメントをですねご提供されてるかみたいなのも含めてぜひご覧いただきたい作品の一本ですねというころでこの作品もぜひご覧いただきたいものですいやそうなんだ 楽しみですね。ということでねちょっと駆け足でとりあえずアジアフォーカスまあきっと多分三好君はまだまだ言い足りない部分がもう山ほどもうね我慢しかしてないそうだよねなんかもうニガムシを噛みつぶすような顔を時々なさってるのでいやもうね本当だったらインドネシア映画がどうだとかマレーシア映画がどうだとか今タイ映画の潮流はとかっていうことを一個一個ですね特に今私東南アジアをですねよく抑えておりますのでその辺りをですね たたくさんんりいことあすすませお時間もございますのでまた機会がございましたらだしこれ聞いて興味持たれた方は今多分三好んが本当は言いたかったことを感じられるかもしれませんしそれをねお仲間内にちょっと伝えてあげていただいたりとかねしていただいて盛り上がっていただきたいですしもしかしたらねまたこのアジアフォーカス福岡国際映画祭からまた何か作品につながっていくこともあるんだなって僕最初の話聞いて。 そうなんです実際、ですねここの出会いがきっかけで韓国の作家がですね福岡っていうタイトルのですね映画を実はもう完成間近に迫っておりましてそれのですねダイジェストというかメイキング作品が上映されたりも実はこの映画祭の中でするんですチャンリュルという監督のですね作品になるわけですけどその辺もあるのでとにかく今、この映画祭 単なる映画のお披露目の機会以上の意味を持って皆様にお届けしているというところもあるので、うん、ぜひぜひまずはですねあのアジアフォーカス国際映画祭のラインナップ見ていただいてうん、うん、なんか気になるもの あるいはもう僕らの言葉を信じてまず僕らがおすすめしたものなんかをですね、はいうん、以上ちょっと見に行っていただけると嬉しいなと思っております9月23日まで開催されています、はい、ぜひ皆さんあのお時間見つけていただいてね、はいえー、ご覧いただきたいと思います、えー、今週の特集は「60分でわかるアジア映画の今」まあもうごくごく一部分でございますが、えー、お伝えいたしました、えー、ゲストは三好プロデューサーでしたありがとうございましたありがとうございました 今日の通学路で山口くんに絶対絶対告白する山口くんおー橋本おはようわ、私ね山口くんのことがす,すがすガスガ、ガ、ガスの火消し忘れた告白の途中ですが 明治産業の二十四時間ガスセキュリティシステムは。ご家庭のガスの状態を集中監視センターで。二十四時間、三百六十五日見守ります。橋本さんのように、ガスを消し忘れた場合にも。ガスを止めて、事故を防いでくれます。はあ、次は、絶対に成功させてやるんだから。暮らしにプラスの価値を、明治産業。